はい、皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は新企画、石野果歩の書道添削ということで、 YouTube で初めて個別添削というのをやらせていただきたいなと思っています。添削の様子を皆さんにご覧いただくことによって、お手本の見方が知れたりですとか、筆使いですねを見ることによって、日頃の練習にちょっと活かしていただけたりとかするかなと思って、新企画としてご用意させていただきました。初心者とか書道未経験の方にも、書道ってこんなに深かったんだとか、面白いなって感じてもらえることによって、ますます書道が楽しくなるっていうきっかけ作りになれたらなとも思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は第1回目ということで、こちらの方の添削をさせていただきたいと思います。なんか一発目なのにめちゃめちゃうまいですよね。私も最初でこれって思いました。この方はずっと私が運営していたオンラインスクール時代から在籍してくださっているメンバーの方で、今は私の書道学校アプリで一緒に書道を学んでいる仲間です。まあ、なのでこれだけすごくうまいんですけれども、検索するところないじゃんっていうレベルですよね。なんですけど、まあ、この方から今回質問などもいただいておりますので、細かい筆使いの部分ですとか、あとはお手本の見方っていうところを解説添削させていただけたらなと思います。それでは早速ご覧ください。はい、ブルーハツさん、ご投稿ありがとうございます。書道歴は20年ぐらいある方なので、やっぱこれだけ素晴らしい作風で書けているわけですよね。今回教書誌ナンバー14、果報っていう教書誌私毎月発行してるんですけど、それのナンバー14から一般課題の漢字解消課題ですね。こちら創作なので、まあ本当いい悪いとかないんですよ。これでもう素晴らしいと思うんですけど、今回質問をたくさんいただいてますので、まあ、特に点ですよね。こういった点の打ち方など質問がありますので、そちらの筆使いについて重点的に見ていきますね。いつも自分一人で書いてるとき、自分では気づかない癖あるんじゃないかなって若干不安みたいな感じですよね。なので今回動画1分載せていただいてます。皆さんも一緒にこの動画見ていきましょう。今再生します。すごいリズミカルな筆運び、いいですよね。線に迷いがなくて4人弁、ああいい気筆の打ち込みもちゃんと勢いあるし、おお粘りのいい、すごい息長い払いでいいかった今。はい、横も素晴らしい。あ、素晴らしいですね、横も縦も。いやー、ほんと綺麗な筆運びだ。若干あれですかね、なんか筆管の傾きが、筆管軸の傾きが少し手前寄りな感じはちょっとするかもしれないですね。もしかすると一般的なこう角度から見てちょっと手前かなっていう、倒れすぎかなっていう感じ、私の感覚ですけど。うん、あ、なるほど、点の書き方そんな感じですよね。あー、はい、なんか確かに今回点の質問が多いんですけど、点だけめっちゃ書きぶり硬いかもしれない。横線縦線とか払いとかすっごい滑らかな割に、点になった途端にガッチガチになるなっていうのは動画見て今思いました。だからこそこういったところの質問につながってるわけですね。今回質問いただけたのが3文字目の徳の心の点々、ここの2つのことだと思います。点々っていうと、一応これにもちょチェックしておきますね。ここの入筆の書きぶりが若干気になったので、それも含めて見ていきます。あとは4文字目の全の1画目と、一般的に言う7画目ですね。まあ、今回私こっちから書いてるんですけど、はい、この点と5文字目の俗の谷の点々ですね。ここの部分の書きぶり、すごい綺麗ですよ。今質問いただいた 1,2,3,4,5,6 箇所の中でいい書きぶりのものはこれです。めちゃくちゃ本当に綺麗。多分なんですけど、ブルーハーツさん、点の気筆です。気筆によってその線がうまく書けないっていうのにつながってると思うので、この最初に入れる時の入れ方です、落筆のさせ方が良くなればかなり良くなるなっていう印象。具体的にどうするといいのかっていうと、まあ、先ほども私の口から言ったように、筆管がやや手前に倒れてる状態、こんな感じで入筆されてたので、どうしても線がこういう風に痩せてしまうわけですよね。細長い点になるイメージ、なんかこういう表情の点になりやすいんです。これ自体特に悪いことだとは思いませんけれども、もっといい点を書くことはできます。今この筆管の傾き見ててくださいね。筆管の傾き注目してください。筆管の傾きどうなってます？ほんの少し左だと思いません？手前に倒すっていうよりも左に倒して、こういう風に打つと
点に表情が生まれるんですね。厚みが生まれるっていうか奥行きが出てくるんです。ところがこの筆管の傾き手前だった場合にどうなるかっていうと、同じ筆使い取ってみますね。どんなに頑張ってもあっさりした点になるんです。なんかまるでひらがなの一って書いてるみたいに細滑らかな感じになっちゃう。作風として否定はしないんですけれども、書において大事なのってやっぱ線質ではないですか。線が良ければ字かっこよく見えるんで、そうやって考えると少し左に点傾けて打っていってあげると、ちゃんと紙に食い込む線が書けるのかなっていうふうに思います。点見た感じ全部薄っぺらい感じがします。平面な感じがする。でも実際にこう点を見た時にその線から立体的な雰囲気を感じられるのが一番よくって、今これ葉っぱみたいペラペラ桜の花びらとかそんな感じのイメージの点の打ち方なんですけど、私が求めてる点の打ち方って奥行きのある点、お米の粒みたいなあの厚みです。桜の花びらの薄さじゃなくてお米の粒、あの立体感をイメージしてください。ふっくらふっくらしたあのお米の粒ですよ。わかります？私が言いたいの。そういう点が打てるようになるとすごく字に表情が生まれると思います。今全体的にこう平面で書いてるのでなかなか立体感っていうところつきにくいですけど、この点とかもそうですよ。今手前に倒れてるじゃないですか、筆管が。そうした時にどういう線が出るかっていうと、こんな線、痩せた線になるんです。ところが私のアドバイス、この左に倒すっていうのありますよね。これをすることによってどうなるかっていうと、どうです？お米の粒みたいに厚みを持ったと思いません？なんとなくわかります？表情の違い。温かみも持つ感じしませんか？筆管を左に倒してみてくださいっていうのが私からの点のアドバイスになります。すべての点に共通するアドバイスです。左払いの点であろうと、左に筆管倒します。そうすることによって線に厚みが出ます。左に筆管倒さないで左払いの点打ってみましょうか。ちょっとブルーハーツさん的なこの角度でいくとどうです？このあっさりした収縮とか力抜けちゃうと思いません？こういったことの違いが出てくるので、線質にこだわって点を打っていくって考えた時には、左に筆管倒すとよく紙に食い込んだ厚みのある線が生まれてきます。いい字とかいい線っていうのは必ず立体的に感じますので、そこを求めて練習をしていくっていうことが大事なことかなって思ってます。その後の最後の質問にもあるように、点の起筆から法を立てているうちに、わかりますよ、この点の起筆、例えばこの心とかそうだと思います。点の起筆から筆をこう立てようとしてるわけですよね。筆をたわめて強い線を出そうと頑張っているなんですけど、その間に筆が回転してしまってなんか自分の思ってる角度にならない、曲がったような点になりますよとかね、この点もちょっと2節で書いたみたいにうねうねってなってますけど、これは意図した表現ではなくって、筆立てようと思ったら筆がちょっと回転しちゃうんですみたいな変な表情になりますっていうことですよね。これも手前に倒れてるのが大きな原因になります。先ほど私がお伝えしたように左に倒していただければ、筆が回転する余地を与えないというか、こう筆回転しようがなくなりますし、意図的に筆たわめて力強い線出そうとしなくても左に筆管傾いてる時点で落筆させただけで程よいバネが効いた状態ができているので、あとはそのまま下げるだけでよかったですよ。なので点の起筆で筆立てようって思いすぎない方がいいです。点は点です。あっさりとこう気脈の流れに任せてっていうんですか、このようにして楽に打っていくべき線だと思います。一回一回起筆が来たぞ、筆立てなきゃとかって思うとまた流れが途絶えますので、このままの流れを大事に、左に少し筆管傾けておけば強い線は保てますので、安心して落筆させるだけで進んでください。考えすぎない、安心して落筆させる、その後バネとか考えない、そのまま進める。一番大事なのは呼吸を止めないこと、気脈を止めないことです。質問に対しての私の回答は以上になります。はい、ということで今回はこちらの作品の添削をさせていただきました。私自身すごい久しぶりの添削だったんですよね。今もう私の書道学校っていうアプリで今運営しているものもあるんですけれども、そちらではもう添削講師の方っていうのが私以外にいらしてくださってるので、添削からしばらく離れてました。今回久しぶりの添削だったんで私自身もとっても楽しかったですし、今回特に点というところに特化しての説明になったんですけれども、これを動画見てくださった皆さんもきっと同じように悩んでらっしゃった
った方いらっしゃったと思いますので、こういった筆使いなども参考にしていただけるとすごく嬉しいなというふうに思っています。あくまで私のやり方になりますので、点一つとっても楷書とは言ってもいろんな筆法があることは承知の上で、今回一つのアドバイスに絞ってお伝えさせていただいたっていう感じなんですよね。なのでいろんな筆法がありますよ、その中の一つが今回私が紹介した左に筆管倒すってやり方ですよっていうつもりで動画を視聴していただけたらと思って撮りました。またですね、こういったお悩みを抱えてらっしゃる方いらっしゃいましたら、私の書道学校校長室への投稿お待ちしております。校長室にこういった質問をつけて投げかけていただくことによって、 YouTube でまたこのような配信をさせていただきたいと思っておりますので、ぜひ勇気を出して投稿してみてください。じゃあ引き続きまたこんな感じで石野家宝の書道添削という形でシリーズ化していきたいと思いますので、また次回楽しみにしていてください。今回はブルーハーツさん本当にありがとうございました。最後にお知らせです。私の書道学校では現在入学制限を設けております。次回募集再開時にお知らせを希望される方は入学待ち登録フォームへのご登録をお願いします。こちらにご登録いただいた方には次回募集再開時にメールにてご案内を差し上げますので、ぜひ登録しておいてください。私の書道学校の詳細につきましては概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらから詳細を覗いてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。